獲物を狙うホッキョクグマが豪快にダイブ。アザラシが見物客の目の前をゆっくりと登ったり降りたり、生き生きと動く動物たちの姿に大きな歓声が湧き上がります。今や日本屈指の動物園となった北海道の旭川市旭山動物園。年間200万人を超える来園者を集めるこの動物園、実は十数年前には廃園の危機に瀕していました。市を挙げて旭山動物園を支え、その改革に取り組んできた北海道旭川市、その取り組みをご紹介します。北海道のほぼ中央に位置する旭川市。大雪山連峰を望み石狩川が流れる。雄大な北海道を象徴する景色が町の至る所で見られます。一年のうち半年近く雪が降るこの土地は、明治35年に記録した氷点下 41.0 度という日本最低気温公式記録を保持しています。しかし北限の地、北海道のさらに内陸という地理的気候的なマイナス要素があるにもかかわらず、旭川市は年間600万人を超える観光客を集める巨大観光都市です。その集客を中心となって支えるのは、なんといってもこの旭山動物園。動物の自然な生態が見られる行動展示が話題を呼び、2007年度の来園者数はおよそ307万人にも上ります。これは都心の上野動物園の来園者数にも迫るものです。休日の動物園は大にぎわい。迫力満点のホッキョクグマやオランウータン、キリンやアライグマの愛らしい姿に、老若男女を問わず多くの観光客が目を奪われています。しかしこの旭山動物園、開園当初からこのように観光客を集めていたわけではありませんでした。日本の動物園ってすごく数あるんですよね。で、だいたい、まあ、うちも昭和42年にできた動物園で、日本最北の動物園で、日本、北海道第二の都市としてのっていう、やっぱり都市の成功みたいな形で動物園ってできてきてて、まあ、作ったはいいけど、なんとなくそのまま放置されるような状況がずっとどこでも起きてたんですよね。で、自分は昭和61年に、まあ、獣医として動物園に入って、今があるんですけれども、やっぱり入る時はですね、まあ、もしかしたらあと数年で亡くなる動物園かもしれないけど来るかみたいなこと言われて、まあ、入りました。肺炎の危機に瀕した動物園を救ったのは、何より動物園職員の思いでした。動物に関わってみるとですね、まあ、素晴らしいんですよ。別にライオンだろうが、まあ、スズメだろうがカラスだろうが、みんな本当に真剣に向き合ってみるとですね、素晴らしいやつらで、でその人間のなんかこう面白い面白くないとか、可愛い可愛くないとか、珍しい珍しくないっていうような、なんかそんな薄っぺらなとこで本当は見るもんじゃないしっていう思いがすごくみんなの中でやっぱりずっと積もってたんですね。だけど現象としてはお客さんは減って、でお客さんも足運んでくださった方も、もうなんか狭い臭いかわいそうみたいな、でつまんないって言って帰られて、でまあ、当然動物は自分のことは自慢しないし、でもずっと関わり続けれる自分たちがいて、だけど、まあ、役所的にはやっぱりお荷物になってきて、じゃあどうしようっていうことで、まあ、やっぱり自分らが駆け足になろうっていうのが原点ですね。その受けることを考えたんじゃないんですよね。例えば
赤ん坊を出し持ってきて生まれましたはいみんなで触ってくださいとか何か芸をさせてわーって人に集まってもらうではなくて、自分らはずっと何十年でもらうのもずっと関わり続けれるんだから、自分たちの気持ちをちょっとでも共有してもらえる感動があればきっとつまんないじゃなくなるはずだ。旭山動物園のこだわりは全てが手作りであること。動物園内では至る所で職員一人一人が作った手作りの動物紹介などの案内板が見られます。市営の旭山動物園、市の職員の方々が餌やりもお客さんに向かってのガイドも全て担当します。今までの動物園にはなかった行動展示という発想、そして職員の熱い思いが徐々に来園客にも伝わり始めました。旭川から来ました。もうでもたくさん来てるの？来てる。茨城です。この動物園、ね、今有名ですもんね。近くでじっくり見れるところですかね、いろんな角度から。また一方では市民団体による活動にも支えられてきました。NPO 法人旭山動物園クラブは入園者数が最も落ち込んだ1997年から動物園を見守り続けてきました。まあ、人が来ないんで、で、まあ、そういう中で、まあ、地元の市民が、まあ、応援団というかそういった形で、まあ、何かできないだろうかっていうところがスタート、動物園行きましょうっていうのを当時まあ、園内外で PR してたというか、主に開園の前に、まあ、園の外の、道路とかの、環境整備という形で、およそ声をかけて200名ぐらい毎年地域の方の協力をいただいてですね。こうした努力で危機を乗り切った旭山動物園、1997年から来園者数がうなぎ上りに増え続け、2007年に307万人を記録したのです。 12年前ぐらいからこういう形で関わってきてるんですけど、その当時から見れば全然想像、夢を見てるような世界ですね。知らぬ知らぬ間にこう、当初30万人ぐらいから50万人、70万人と最後100万人とかっていうのをオンタイムで見てったんですけど、驚きの連続でしたね。なんでこんなに人が来るのかなっていうぐらい、すごい勢いというか、びっくりしましたね。まさに市を挙げて旭山動物園を支えてきた旭川市、この取り組みが功を奏し、旭川市は他のどんな都市にも劣らない観光都市としての地位を確立しました。こうした自治体が一丸となった取り組みが評価され、北海道旭川市は平成21年度地域づくり総務大臣表彰の大賞を受賞しました。表彰状、地域づくり総務大臣表彰、大賞、北海道旭川市の非団体は地域の活性化に尽力され、地域づくりに極めて優れた成果を挙げられました。よってこれを表彰します。平成22年1月12日、総務大臣、原口一博、おめでとうございます。今回総務大臣表彰で大賞を受賞したということは本当に光栄なことだと思っております。旭川の一律の動物園ですので、発足以来ですね、まあ、市民のためのまた市民の皆さんと一緒に作っていく、まあ、動物園ということで頑張ってきたのかなと思っておりますが、まあ、今はもう市外からもですね、全国からもたくさんの方が来ていただいておりますので、まあ、非常にそういった部分では多くの方に感謝をしております。旭山動物園が素晴らしいということでは本当はないと思うんですよ。動物が素晴らしいんですよね。
で動物が素晴らしくて、それをちょっとね、まあ、今までとは全然スタンスの違う立ち位置から動物たちのことを見てもらおうって考えた、あのそのことだと思うんですね。動物園だけじゃなくて市全体としてですよね、あの受け入れるっていうんですか、あの訪れた方に、まあ、おもてなしっていうんですかね、できるような仕組みにしていかなきゃ、いけないんでしょうし、旭川の魅力まだあって、あの多少あそこを見ていかなきゃねとか、あそこへ行かなきゃねみたいにつながっていくような仕組みをしっかり、作っていかなきゃいけないんだろうなと思いますね。多くの観光客を集める旭川市、ハードの面からも受け入れ体制を充実させ、観光都市としての発展を続けます。どうぞ。ありがとうございました。旭川市では2010年10月に旭川駅の駅舎を新しく改築、玄関口を整備することで道内からのアクセスの改善も図ります。動物園を中核にここまで発展してきた旭川市、今後は動物以外の多くの魅力にもスポットを当て、さらなる成長を目指します。これからどのようなものが旭川の顔になるのでしょうか。人もまあ農業、また食品産業というのは旭川の基幹産業なんですが、まあそういったことを踏まえて今回開村120年を迎えるんですけども、北の恵み食べマルシェということで、ちょうど10月の9日から11日までの間開催をしておりましたが、またこの食ということで全国に PR をしていくということで、まちづくりをさらにですね、進めていきたいなと思っております。旭川市では今年の開村120周年を記念し、10月に3日間、地域に根ざした食をテーマに、北の恵み食べマルシェというイベントを開催しました。おいしいです、すごく。2回目。いや、美味しかったです。このイベントはおよそ80万人を集めるほどの大盛況、出店者も嬉しい悲鳴を上げます。初日一番楽しいですよね。はい、昨日は天気がちょっと雨でしたしね。でも天気が悪かったにもかかわらずいっぱい来てくれたので、はい、いや毎年遅いんじゃないかと思いますよ。正直旭川って夏の山岳に絡んだの夏祭りしかないので、なんかね、こう全身を上げてっていうのは僕ら市民にとってもいいことなんじゃないかねと思います。またこの期間中には地場産品の商談会も開かれ、北海道内外のバイヤーに農家や牧場が直接 PR する機会が設けられました。今回の趣旨が農業生産者の製品を体験するということだったので、今非常に農産物、消費者求めてますので、我々もそれをしっかりと流通の役目を果たして消費者にしっかり届けるようにいいものを探しに行きました。生産者も出させていただいて、皆さんもすごい熱意を感じますよね。はい、じゃあやっぱりこう牛乳ですね。やっぱりこう本物のこう牛乳とかこう味を、まあ、ちょっと皆さんに知ってもらいたいな、はい、頑張りたいと思います。豊かな自然に、愛らしい動物に、豊富な食材、旭川市には魅力ある資源があふれています。旭山動物園を中心に観光都市として大きく発展した旭川市、その変化や成長の背景には市民や旭川を愛する人々の熱い思いがありました。たくさんの魅力を生かし、旭川市はこれからも成長し続けます。